はい、こんにちは。今日は少し時間が遅くなりました。今日はですね、少しなぜか朝が辛かったので、ちょっとね、ヒーリングルーチンということで、この時間までずっと眠っていました。で、自分の全裸を今そこで眺めていました。まあ、お腹がね、ぽっこりしてて、まあ、本当にもっと引き締まった体にしようと心に誓いました。で、この間もお話したと思うんですけども、やっぱり人生の第一歩っていうのはもうこの、もう嫌だと、こんな生活はもううんざりだって思うからだと思うんですね。その強い嫌悪感がなければなかなか前に進めないっていうか、なんでもうちょっとこの体は卒業します。もっとかっこいい引き締まった体を目指して前進していきたいと思っています。ってことで松井です。はい、今日はね、今週の月曜日にアップできなかった宿題の報告に加えて、仙人さんに聞きたいことっていうのをね、お話ししていきたいと思います。で、まずこの宿題、X パワーの第6話ではですね、こんな宿題が出てます。宿題1が裸で鏡で全裸をジロジロ見るっていうことで、まあ見ていました。で、肛門とか本当陰茎までも本当にね、普段見ないようなところをジロジロと背中とかね見てみると、これまで結構体について見てなかったということがよくわかりましたね。結構体が毛深いっていうことと、肛門は初めて見たので、なんだろう、こんな感じかという感じでしたね。それにしてもなんでこれが宿題なのかよくわからないんですけど、体全身を見ることで何か変わるのかっていうところですね。そのあたりを仙人さんに質問したいなって感じました。で、宿題2が体に悪い習慣、体に悪いと思う習慣を全部書き出すっていうことで、僕が体に悪いと思う習慣は自分がやってるものの中で、ジャンクフードを食べる、特にプリングルスが大好きで、ポテチが大好きです。で、今日みたいに何時間もお昼寝をする、これはきっと体に良くないんだろうなと思ってます。で、オナニーを1日に複数回行うとかね、あと質の低い椅子で仕事をしている、硬い椅子でずっと仕事をしているとか、もうたまに背中が本当に鉄板みたいにパキパキになる時があるので、ちょっとまずいなと思うんですけども、あと寒くても裸でして、あの仕事している、結構もう自宅なので服を着るのがめんどくさくて、ずっと裸で仕事をしていたりします。で、あとは姿勢が悪い、これはねちょっと直していかないとって思ってます。で、呼吸が浅いとかね、そんな感じかなと思っています。で、宿題3が、悩み不安を書き出してコントロールできるもの、できないものを分類するっていうことで、まず悩み不安について書いてみたんですけども、一つ目が、今月まだ売り上げが上がってないとか、クライアントさんの成果がなかなか出ないとか、妻のビジネスがうまくいってないとか、貯金が少ないとか、コピーの反応率が 1% にならないとか、新規顧客が見つけられないとか、自宅から外に出るのが嫌だとか、宣言した目標を死守できるのか不安とか、そんな感じですよね。で、この中でコントロールできるものっていうと、売り上げがまだないっていうのは、もうこれはもうセールスをしに行くってことですよね。売り上げ取りに行く行動を取る。で、クライアントさんの成果っていうことに関しては、もっとねクライアントさんが行動できるように教えやすい、分かりやすい教え方であったり、行動したいと思えるようなモチベーションの刺激の仕方っていうのを学んだり、それを実際にクライアントさんに提供するってことですよね。で、貯金が少ないっていうのも、さらにお金を直視して無駄遣いを減らしていくっていうことが、行動が取れますし、コントロールできますし、新規顧客を見つけるっていうのも、これもね自分がただ単に家に引きこもってるから見つからないだけなんで、外に出てね、いろんな人とつながるっていうことをやっていけばいいと思います。自宅から出るのが嫌っていうのも、これもいやでも外に出ていけばいい話だと思いますし、目標を死守できるかっていうと、もうこれは死守するしかないですよねっていう感じですね。コントロールできないものっていうと、妻のビジネスがうまくいってない、これはなんか妻に対してアドバイスとか影響を与えたりはできますけども、実際問題、難しいかなと思います。で、コピーの反応率っていうことに関しては、これ計測の仕方が分かってないから、まだその反応率っていうのは見れない部分があるので、そこを勉強するってことで、なんかほとんどコントロールできるなっていう感じがあります。ほとんど
コントロールできる分野がのことが、悩みだというか、結構そのコントロールできないことはもう忘れるっていう習慣が身についているのかなという気がしました。はい。まあ、それでもね、おそらく無意識で過ごしていると、まあ、ついついコントロールできないことを考えてしまって動けなくなることもあると思うんですよね。特にまあ過去の失敗とか、他人の意見ですよね。他人に言われたこととか、そういったことにですね、とらわれたり、あとこう、なんだろう、どうしようもない不安とか、未来のこととかね、そういうふうなことについつい考え込んでしまって動けなくなるので、まあ、今後はしっかり意識してね、コントロールできるものだけにフォーカスするっていうね、今回の X パワー の、 あの宿題をもとに、本当に集中っていうのをやっていきたいなと思っています。今後はね、しっかりと意識的にコントロールできるものっていうのにフォーカスして動いていこうと感じました。はい。ということで、宿題報告と仙人さんに質問したいことでした。で、X パワー第6話では、まあ、本当に健康になるためには、健康になる習慣を作らないといけないっていうことなんで、すごく共感してます。結局、なんかこう、体にいいものを、やっぱり、ある程度続けないと、体は変わらないっていうことを、もともとね、体をすごくトレーニングとかしたり、体が弱くて、で、その後それを改善するために体をね、トレーニングしたりしたこともあるので、だからすごく、習慣にならないと意味がないっていうのは共感しています。で、僕の大好きな7つの習慣っていうね、プログラムがあるんですけど、まあ、その中で、人格っていうのは、単発な行動じゃなくて習慣で作られるよみたいな話があったんで、本当にその通りだなと思います。健康的でエネルギッシュな人になるためには、健康でエネルギッシュな習慣を持たないといけない。そう、誠実な人になりたいんだったら誠実な習慣を持たないといけない。そうですね。で、愛に満ち溢れる人になりたいんだったら愛に満ち溢れた習慣を持たないといけないっていうね、そういうことなんだなと思います。そう、あなたのキャラクターとかっていうのは本当に少しのその普段の行動っていうのがあなたのキャラクターっていうのを決めると思うんですね。だからよくね、あり方とか、なんかあり方があればお金手に入るよとかいろいろあると思うんですけども、まあそういったあり方っていうのは普段の習慣が作るんだなって僕自身は思っています。逆にあり方が習慣を作るっていう部分もあるとは思うので、どっち、卵が先か鶏が先かっていう部分はあると思うんですけど、とにかくいい習慣っていうのにね、フォーカスをしていって、本当にじわじわゆっくり習慣を作っていって、健康とね、お金ですね、この2つの大富豪というか、その2つが本当に満たされた幸せな人生をね、送っていきたいと思っています。本当にね、安心感っていうのがね、僕の人生のテーマかなと思うんですけど、その安心感を感じるためには、このお金の面、そして肉体面、そして対人関係ですね、この3つの分野において、深い安心感っていうのをね、感じることができたら、本当に人生ってもう締めたもんだと思ってます。で、そのためにやっぱり一番重要なのは、仕事を選ぶっていうことと、あと家族ですね、パートナーを選ぶっていうこの2点が、この2つのものが間違ってたら本当にどんなに頑張っても辛いんじゃないかなと個人的には思っています。はい、ということでね、まあ、じゃあ具体的にどうやって素晴らしいパートナーを選んだり素晴らしい仕事を選ぶのかっていうことについては、またね、機会があったらお話ししたいんですけども、まあ、とにかくこの習慣っていうのが大事なわけです。で、この習慣をどうやって作っていくのかっていうことについては、本当にこの X パワーの第6話でですね、一体どうすればいいのかっていうのが語られてますので、その第6話の方を確認してみてはいかがでしょうかと思っています。まあね、今日はちょっと夜行バスで東京の方に行きますので、東京でね、少し明日用事があるので、その用事をこなして、なんでちょっと体を酷使しないといけないので、頑張っていきたいと思います。はい。
まあ、それではね、今日は少し遅くなりましたけど、こんな感じです。今日も一日頑張ってください。ありがとうございます。